平和公園アクアタワーは、愛知県名古屋市千種区にある、旧水道圏展望塔。2002年、名古屋市上下水道局が、名古屋市東部丘陵地域への安定給水と、災害時の給水場として、平和公園の敷地北端に設置した、平和公園排水場に立つ給水塔で、敷地内にある、児童公園の地下に置かれた、排水池から島内のタンクに、ポンプで水を汲み上げ、自然流下させることで高台への水圧を確保することを本来の目的としている。外観は曲面が用いられた奇妙な形状だが、内部にはエレベーターを除けば基本的にタンクなどの給水設備しか入っていない。地上約40メートルに展望室が設けられており、北側は壁になっているものの、東側は猿投山や中央アルプス、西側は鈴鹿山脈までを一望できる。南側は東山スカイタワーの方向でかなり遠くまで見渡せるが、足元に広がるのが平和公園といういささか特殊な景観となる。なお、夜は閉鎖されているために夜景を見ることはできない。平和公園の北端に位置する平時においては前述のように利用されているが、災害による停電時でも非常用発電機でポンプを動かし、排水池の水を汲み上げることで、応急給水が可能な応急給水センターとして、市北部方面の応急給水や応急復旧の前線基地としての役割を担う。ありがとうございます。